どう取っていいのかもうやっぱ瞬時に判断しなければ電話対応ができないと思いますので、結局ここ入れちゃダメとかいうのはないので、やはり必ず、まあ、高木さんにも言いましたけど、フットの後にベッドのお客さんの場合は必ずそれが一緒に行くっていうことではないので、あくまでもフット行ってもらって、そのベッドの方男性スタッフが行けるってなれば、そちらは男性スタッフに任せて自分の予約を取るっていうのが大事なので、やはりその流れでやればまたお客さんのお断り件数は少なくなると思いますので、電話の対応の時と飛び込み時に瞬時それが分かっていただければお断りっていうのが本当少なくなると思いますので、昨日もそれで1本お断りになってしまったかなというのもありますので、そこはもう取れなかったのは仕方がないので、やっぱ次にすぐお客さん取れるように自分らが予約の取り方をうまくやっていただければいいかなと思います。で、昨日のお客さんで小橋さんって方なんですけども、やはり仕事忙しいということで、まあ、お連れ様連れてきてもらって、今回はちょっと合間に時間に受けていただくっていう感じでしたけども、やはりこういうお客さんもお連れ様を連れてきていただくっていうことは、お連れ様にも満足してもらわないといけないと思いますので、そこのご気概の件とかもやっぱり重要になってくるんですよね。この2人の関係性っていうのもあると思いますので、そこら辺をお二人様同時じゃなくてやっぱり交互にご案内するっていうのがいいと思います。あえてそこでお二人様一緒にとかは伝えない方がいいと思います。ご質一つしかないので、交互のご機嫌になりますとお伝えください。はい、で、あとは夜の段階で、まあ、田中さん空いてる時にここにできれば何かちょっと練習をやっぱ入れるべきですよね。まあ、前半で疲れてるかもしれないですけども、そこでやることが最大の価値になりますので、やはり やるのとやらないのでまた違ってくるので、疲れ切った中でやるっていうのは本当に体の力が入らない時に練習することによって自分の限界をさらに伸ばす練習にもなるし、そういう時だからこそ自分の体が辛くない方法を一番選びますので、一番脱力した中の施術ができると思うんですよ。やはりそこら辺でやるかやらないかが今後大きな差になるかなと思いますので、あえてまあ洗濯物とかもすごいあったので、それもやらなきゃいけないというのもあるんですけども、やはりそこは15分でも30分でもやるだけでもまた違ったかなと思いますので、また今日時間どれが空くか分かりませんけども、そこら辺で時間があればやっていきましょう。自分の方からは以上ですね。スタッフの方からあれば何か。はい、じゃあ、おはようございます。おはようございます。昨日、お着替えがちょっと一時足んなくなってしまったっていうちょっとテスミスがありましたので、今日朝確認チェックしまして、枚数の方は今のところ大丈夫かと思います。はい、ただ、昨日雨降った分ちょっと乾きが悪くなってるので、朝ランドリーにちょっと一回当てちゃってもいいのかなと思います。上のところに引っ掛ければ乾きやすいやつは乾きと思うので、はい、足りないのは朝じゃ、はい、自分もチェックしますので、それから、うん、持っていく必要性があれば持っていった方がいいかもしれないですね。これは飛び込みですか？電話ではなく電話です。電話で、はい、で一応昨日は6時までに終わらせてほしいっていうことだったので、そこプラス10分はつけなかったです。あ、はい、だったので、そういう
私からは以上です。はい、じゃあ自分から。おはようございます。おはようございま す、昨日新規で来ていただいた米本さん、ここからお家がすごく近いってことで、で自分が受けて、で今度奥さんともしかしたら来てくれるかもって話で、はい、土木系の仕事で今の時期がすごく忙しいということで、すごく汗が張ってるんだって話をして、でやっぱ最近あのお体のメンテナンスはなんか温浴施設行った時にあの行った時にあの必ずマッサージ受けるって話だったんですけど、最近行けてないってことでどっかないかなと思って、でもずっと気になってたらしいんで、あのここに来てくれたっていう形でなってます。はい、で次来た鴨志田さんってお客さんが運動した時にあのなぜあの足がむくんじゃうのかっていうのを見て、あのなんでですかって聞かれてちょっと答えられなかったん で昨日ちょっと調べてみたら、あの運動しててもやっぱり股関節の方のストレッチができないとあのむくみて取れないっていうのも分かったんで、そこのストレッチの方法とかも教えてあげた方が良かったのかなと思いました。はい、やっぱり相手そこで伝えられなくて、やっぱそこは事前に調べてお客様に伝えられるようにしておいてください。はい、じゃあ以上です。はい、はい。